もよろしくお願いします。八幡様、久しぶりの皆さん集まったのはおめでとうございます。ありがとうございます。1時間程度のものになりますが、隙間を開けて、でもこれ以上は開けられないので、なるだけ、ラジとかなくお静かにお願いいたします。せっかくなんで、ちょっと友達が来たんで1分、皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました地元の衆議院議員、滝沢秀人です。新野真嗣さんはじめ深川マロンクラブの公演は8月15日お祭りの代名詞です。今年は二宮興行が行われる予定が残念ながら担ぐことができずに、自動車による氏子町内への興行となりました。しかしながらこのお祭りのフィナーレを飾る深川マロンクラブはこうして夜空の下、盛大に開催することができました。ここからはスタートです。来年はいよいよ本祭り、みこし連合というのが行われる予定になっております。コロナを乗り越えて、そして元気を出して、来年こそは一緒に皆さんとわっしょいわっしょい掛け声の下、この深川の文化を世界に向けて発信をしていきたいというふうに思います。それにぜひ深川バロンクラブもこれからも一緒に発展をしていきますことを心から記念をして、ご挨拶を迎えさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは演奏の方の用意ができました。はい、最初はブレガンジュールという、更新で入場です。そしてラロンまでありますので1時間お楽しみください。よろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
なんかぎゅうぎゅう詰めな感じなのがちょっと怖いです。お願いします。奥どうぞ。そっちの方奥どうぞ。ちょっとそこ腰掛けられます。どうぞ。この辺も見れます。どうぞ。ちょっとぎゅうぎゅう詰めを避けつつ、でこの後バロン、獅子とランナー、ものが出てきます。でその前には必ず前奏曲をやります。ドンクラットの曲です。これもね、せっかくなのでちょっと時間がまだありそうですので、やりたい人いたら言ってきてください。あそこに受付があります。住所とか連絡先とか教えてくれたり、メールかホームページがありますから、そしたらそことかで、ね、連絡くれて、あ、ちゃんと教えます。でやりましょう。ぜひ。
Thank you.
Thank you.
はい。